皆さんこんにちは、イノワク TV の川島です。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回はタイトルにもあるように視聴者の方からお問い合わせをいただきました写真の一部を切り取ったり、それから動画にぼかしを入れたりする方法、これは専用のアプリを使えば割と簡単にできるんですが、今回はもともと Windows に備わっているペイントやフォトなどを使ってピクセルぼかしや動画についてぼかしをどのようにしたらよいかを解説したいと思います。とっても簡単な操作でいろいろなことができますので、ぜひ最後までご覧ください。では画面の方をご覧ください。ではまずペイントで加工するのにワードの画面をキャプチャーしてそれを加工していきたいと思います。今ワードの画面が出ているので、この画面を写真に撮ります。一番簡単なプリントスクリーンキー、キーボードのプリントスクリーンキーを一度ボタンを押します。すると画面上は何も起きないんですが、これで画面のキャプチャーを撮りました。ではペイントを起動します。スタートボタンをクリックして、ペイントなので Windows アクセサリーの中に入っているペイントなので W をクリックします。すると W までジャンプして Windows アクセサリーが表示されます。ここをクリックします。するとこの中にペイントがあります。ペイントをクリックします。では画面をキャプチャーしたので、このままペイントの画面で貼り付けをクリックします。このように画面が表示されました。まず簡単な方法として、今選択ボタンが反映されているんですね。例えばこの完全版セミナーのお知らせのように、この部分を切り取りたいなとします。その場合は一度クリックをして選択ボタンからこのようにドラッグをしていきます。範囲を選択できましたら、これでデリートキーを押します。するとこのようにきれいに画面の一部を切り取ることができました。おはようございますもこのように選択してデリートキーで押すと、このようにきれいに切ることができるんですね。ところが背面が白の場合は今うまくいきます。ではちょっとこの辺でやってみますね。新規のところをなぞって、そしてデリートキーを押すと、このように白くなってしまいます。画面を戻します。このような場合、この新規という文字を消すかというと、消すのではなくて同色になっている部分、この辺でいいと思うんですが、それをコピーしてあげるという方法を行います。ではやってみます。今選択ボタンがオンになっていますので大体のところでいいです。このようにドラッグをして、これをコピーをするので、コピーそして貼り付けでもいいし、もしくはこの状態でキーボードのコントロールキーを左指でもう押しっぱなしにします。ではキーボードを押しっぱなしします。この状態でマウスをドラッグをして、このように左側に持っていくと、わかりますか？こんな感じ。同色なのでこのようにすると分かりやすいかもしれませんが、これをこの新規の上に持ってくるということで画面を削除することができます。なのでこの方法で言うと、もう一度この状態でコントロールキーを押しっぱなしでドラッグをしていくと、もう一回このようにコピーができました。キーボードを離しますとこのようになりましたよね。なのでこの部分をドラッグをして、このように図形を大きくしてあげれば、マウスを離します。するとこのようにきれいに貼り付けることができます。ではこの下の方になります。この部分は少し罫線が入っているので消えてしまいますよね。なのでこの場合はだいたいこの辺からずっとドラッグをして、範囲を選択して、そしたらキーボードのコントロールキーを押しっぱなしでマウスを左側にドラッグをしていきます。
こうすることでこの罫線が見えるから罫線に合わせてこのように持ってきてマウスを離してコントロールキーを離すことでこのようにきれいに消すことができるようになります。まず一つ目の方法ですね、切り取りという方法を行いました。では次に写真のごく一部を取り出すという方法を行います。今回使うのはファイルからこの桜の写真を使います。開くボタンをクリックします。この桜の花びらを切り取るということをしたいと思います。その場合はこのペイント 3D で編集する、これを起動していきます。このペイント 3D というのは、例えばこの写真をダブルクリックをすると、写真の場合はデフォルトでフォトというアプリが起動してきます。ここから行く場合は編集と作成ボタンを押して、ここにペイント 3D で編集するというボタンがついています。こちらから起動していただいてもいいと思います。今回はペイントの方からペイント 3D で編集するを押します。するとこのようにペイント 3D が起動してきました。この状態で桜の花びらを切り取る場合は、今回はマジック選択というのを行います。マジック選択をクリックします。するとこのように、右側に切り抜く領域を選んでくださいというような案内が表示されます。なので切り取りたいところをこのように大体でいいと思います。選択をしたら次へをクリックします。すると少し薄くね、花びらの周りに切り取る領域が水色になっているのがわかります。ここでいいですかとあります。今回はとてもこの濃淡がはっきりした写真なので、きれいに切り取ることができそうです。これで完了ボタンをクリックします。すると今ピコンとなって、このようなマークが出てきたのがわかります。わかりますか、このように切り取られているのが。こうやって部分的なものをあっという間に切り取ることができるんですね。なのでこれをコピーをしておけば、例えばこのようにパワーポイントなどを起動して貼り付けボタンを押せば、こんな感じで綺麗な桜の花を一部に使うことができます。ちょっと影などをつけたり、それから効果などをつけてあげることで、随分違う雰囲気のものを仕上げることができるようになります。ですがこのように周りとこの花びらの色がくっきり違うものだったらいいんですが、そんなにうまくいくものばかりではありません。その場合どのようにしていいかを解説してみますね。では一度この桜は消します。保存はしません。今度はこのような写真にしたいと思います。この写真を見ると白っぽいところや、それから暗い部分があるのがわかります。今度はフォトの方からそのまま編集と作成ボタンをクリックして、一番下に表示されるペイント 3D で編集する、これをクリックします。では同じように操作をしてみたいと思います。マジック選択をクリックして、そしてこのようにドラッグをして、大体でいいと思います、いらなそうな部分をドラッグをします。これで一度次へをクリックします。するとこのように花の部分が黒くなっているのがわかります。画面の右側を見ると追加と削除というのがあります。これで必要な部分を追加してあげます。ここにあるように花の部分が消えて黒くなっていますので、なぞってこのようにドラッグをして書いていきます。離すとこのようにまだこの部分が一部切り取られていますので、ここも必要だよと教えてあげます。こうすることでパソコンの方で間違えて切り取ってしまった部分を手動で追加することができます。ではこの下の部分ですね、足と足の間の部分、この部分は逆にいらなそうなので、今度は削除のボタンをクリックします。そうしましたらこの部分、真ん中の部分をドラッグをして、このように線を書いてあげます。離すと
このように切り取られたのがわかります。もう一度鉛筆でこの下の部分はいるというようにしてあげると、これできれいに切り取られました。では完了ボタンをクリックします。するとこのようにワンちゃんだけがくり抜かれたのがわかります。このワンちゃんの部分だけを保存したいとします。そしたらコピーを一度クリックします。そうしましたらもう一度このようにパワーポイントを起動します。新しいスライドを追加して、そして背景にあるものは気にしなくていいと思います。このままホームボタンから貼り付けをクリックします。そして画像の上で右クリックをして図として保存、これをクリックします。では今回デスクトップに、犬なのでワンちゃんなのでワンちゃんと名前をつけて保存をしたいと思います。するとここにあるようにワンちゃんだけがきれいにくり抜かれたのがわかります。保存をする場合はパワーポイントなどを起動して一時的に画像を貼り付けて、そして図の保存というふうにしてあげると背面を白にしないで保存をすることができます。保存する場合は JPEG ではなく必ず PNG ファイルで保存をする必要があります。パワーポイントなどでしたらそのまま PNG ファイルで保存をすることができます。ではね、ちょっと横道にそれてしまうんですが、これも知っておくといいかなと思うのでご紹介をしたいと思います。この花の写真もくり抜こうと思ったんですね。ですが見てわかるようにここに一匹虫がいるんですよ。なのでこの虫だけちょっと取り除きたいなという時ですね。ダブルクリックをするとこのようにフォトが起動してきます。この状態で編集と作成から今度は編集をクリックします。すると、トリミングとかフィルター調整とあるんですが、この調整というボタンの中に右側にスポット修正というのがあるんですね。これ押していただくとスポット的に修正をしてくれる機能なんです。ではこの状態でマウスを持ってくると、マウスのポインターのところにこのように丸い薄いグレーが表示されます。ではこの虫のところですね、ここを一度クリックします。わかりますか？少し虫さんが消えていくの。では次クリックします。クリックしてクリックして、こんな感じで虫さんが消えたのがわかりますよね。フォトですからこのように明るさの調整や色合いの変更をすることができます。好みの色に変更してから先ほどのように必要なところをくり抜いてあげるなどの作業をするといいと思います。では次に Windows 標準アプリ Paint を使ってピクセルぼかしを行います。こちらは視聴者の方からやはり別のお問い合わせで SNS に投稿したりするときに気をつけなければならない点というのがありました。勝手に他人の写真を投稿してしまうというのはやはり気をつけたいものですよね。その時に顔の部分をぼかすなどがあると思います。また学校などでは後ろの、黒板の今日の日直とかね、なんか一部見せたくないなというものがあったりします。その場合にピクセルぼかしを使ってみましょう。とても操作は簡単ですがコツがいりますのでぜひご覧ください。では今回はペイントを起動します。ファイルを呼び出します。ファイルから開くを選択して、今回はこの写真を開いてみます。ではこれが人の顔だったとします。これはフィギュアですけどね。ではどのようにやるかを行います。まずはこの選択ボタンをクリックします。この状態でまず顔の部分を範囲選択をします。左から右下に向かってこのように範囲を選択します。一度マウスを離します。するとこのように枠が囲まれました。もう一度今離した右下にマウスを当てるとこのようなマウスの形に変わります。これでドラッグをして左上にもう一度このように持っていきます。すると今の範囲選択した部分が
このように小さい顔になっているんですね。そしてもう一度元に戻して伸ばしていきます。この右下に角を当ててドラッグをしながらこの白い部分に戻していきます。マウスを離すとこのようにピクセルぼかしをすることができます。ではこっちの人でもう一度やってみますね。左上から右下になぞってマウスを離して、そしてこの斜め矢印を確認し、もう一度ドラッグをして元に戻します。今度は結構大きな状態にこのようにします。ではまたこれを戻していきますね。マウスを離すとこのように、わかりますか、先ほどとの違い。一度縮小した時に割と大きくすると不安としたボケになるので、あまりピクセルぼかしをうんと濃くしたくないなという場合には割と大きめに一度縮小した方がいいと思います。ではもう一度やってみます。左上から右下に向かって、そして一度マウスを離したらまた同じところから戻っていきます。離します。もう一度右下に向かってドラッグをしていきます。離します。こんな感じでペイントでピクセルぼかしができるということをぜひ覚えていただくと何かの時に使えると思います。では最後になります。今度は写真ではなく動画に対してぼかしを入れるということになるんですが、結論から言うとフォトを使って、そしてぼかしではなく色を入れて、動画に色を入れて、そしてその色に固定をさせるということになります。あまりおすすめではないんですが、標準についているアプリではこの辺が限界かなと思うんですね。ちょっとやるだけやってみますね。では今回使う動画はこちらになります。ではこの動画の上で右クリックをし、今回は右クリックをします。そしてプログラムから開く、でフォトを選びます。フォトを起動する方法いろいろやりましたね。では操作を行います。また編集と作成をクリックして、そして今度は描画、芸術的なタッチを加える、うーんっていう感じはしますけど、上にちょっと薄いんですがこのようにペンが表示されてくるんですね。そして、消しゴムがあって、ちょっと見えづらいんですがこの一番右側のところにアンカー記号があるんです。つまりこのいろいろな種類のペンで塗りをしたら、その塗りに対してアンカーですから固定をするという意味でしょうか。ではやってみます。クリックをすると色を選んでくださいとあります。今回はこの肌の色にしたいと思うので、こちらですね、ベージュを選びます。そしてこの下にあるのはこの線の太さを選ぶことができます。今回は線は太くしておきます。もう一度クリックをしてベージュを選びます。そうしましたらこのように顔を塗りつぶします。次にこのアンカーをクリックします。するとアンカーの記号がこの顔の上にこのように表示されてきました。この状態で動きの同期を行うところをクリックするんですね。要はロックかけるっていう意味です。今回は帽子にしたいと思います。なのでこの状態でこの怒りのマーク、今薄い色になっていますよね。これをドラッグをして帽子のところまで持ってきます。すると今アンカーの色が変わったのがわかります。つまりこの帽子の上にこの肌の色がロックされたということになります。では実際にここから再生ボタンを押してみます。このような感じですね。少し見えてしまうんですが、被写体がもうちょっとちっちゃかったりするとうまくいく場合もあるかもしれません。
今日の動画はここまでにしたいと思います。 Windows の定番アプリ、この Paint というアプリは昔からあります。ですが一時非推奨などと言われてちょっと寂しい時があったんですが、こんなに便利ですのでぜひ使っていただければと思います。またフォトに関してもね、スポット修正なども一時あったりなかったりしたんですよね。またついていて、そしてさらに、まあ、最後にやった機能に関してはまだまだね改良してほしい点はあるんですが、でも何かの時にこのような機能があるっていうことを覚えていただくと、まあ、標準アプリですのでぜひお使いいただけると思います。では今日はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では次回またお会いしましょう。ごきげんよう。またねー。